さあ、続いてチャリオット。また出た、ロングストロストロークソレノイド来ましたね。これを使って動く機構、これもねかなりの力技ですが、これよく考えたらうまくできてるんですね。往復運動、回転運動に変えるのって結構大変なんですけれども、ラチェットっていう仕組みがありますが、戻しを早く、はい、戻しを、しかも戻す時の角度と押す時の角度が自重によって違うのでこれができているという、シンプルなんだけど、意外とよくできてる、面白いです。あ、すごいすごい、動きは、なるほど、ワテリは後ろで引きずってるっていうね。上の人形が持ってるソレノイドは何か使わないですか？あれは何でしょうね。あ、動かない。これね、上の、なぜここにソレノイドを持ってなきゃいけないの？あ、バランス、バランスなのかな。重さ、重さ。そうそうそう。ああ、でも、あ、物を運ぶんだな。意外と、なるほどという仕組みでありました。